北海道警察によるサイバーセキュリティ講座、サイバーセキュリティ丸抜クイズ入門編。私は北海道警察サイバー犯罪捜査官の甲田美咲です。この動画は北海道警察サイバーセキュリティ対策本部がお送りします。おいらは甲田美さ、みんなにはサイバーセキュリティに関するクイズを答えてもらうべさ。問題は全部で5問だべ。早速始めるよ。準備はいい？全問正解目指して頑張ってねさ。第1問。インターネットは知り合いとだけつながっている。マルかマスか。知り合い以外の人とはつながれないんだべか。答えはバツだべさ。インターネット上では世界中の人とつながることができますが、中には悪い人もいるのよ。知らない人があなたやあなたの友達になりすましていることだってあるべさ。第2問。パソコンやスマホ、タブレットの他にインターネットにつながるものはない。マルかバツか。 IoT とか物のインターネットって聞いたことがあるべか。答えはバツだべさ。皆さんが普段遊んでいるゲーム機を思い出してみてください。オンラインゲームってよく耳にしますよね。これもゲーム機がインターネットとつながっているんですよ。最近では音楽プレイヤーや家電、車など身の回りのいろいろなものがインターネットにつながるようになっているんだべさ。 IoT とは物のインターネットという意味なんだべさ。第3問。インターネットには正しいこと、本当のことだけ書いてある。マルかバツか。嘘の情報って書かれていないんだべか。答えはバツだべさ。インターネットには間違っていること、嘘や偽の情報などが書かれていることもあるのよ。みんな騙されないように気をつけるべさ。第4問。SNS にアップロードした写真や動画だけではどこの誰かを調べることはできない。マルかバツか。ID やパスワードを教えていい。
丸か×か。ID やパスワードは大事な情報だべさ。答えは友達であっても ID やパスワードは絶対に教えてはいけません。 ID やパスワードはインターネット上の家の鍵みたいなものだべさ。家の鍵を渡したら勝手に家に入られていろいろ盗まれてしまうべさ。北海道警察サイバー犯罪捜査官の伊達明です。今回の丸バツクイズは勉強になったかな？インターネットを使っている皆さんがサイバーセキュリティについて考えるきっかけになってくれたらいいなと思っています。